にちは。ただいまより千客万来、人と魚、道とつながりと展アーティストトークを始めさせていただきます。この展覧会は本日1月22日から始まった展覧会で、京都の出町柳駅からほど近い増形商店街に2020年秋にオープンしたデルタという京都グラフィーのスペースで開催しています。今日はそのデルタから出品者のお二人によるトークをお届けしたいと思います。本日司会進行を務めさせていただきます、京都精華大学ヨガ専攻の山田と申します。よろしくお願いいたします。それでは本店の出品作家であります吉野王子さん、鈴木健太郎さんのプロフィールをご紹介します。吉野王子さんは1964年鹿児島生まれで、京都精華大学美術学部造形学科立体造形分野を卒業しています。現在京都精華大学芸術学部教授でいらっしゃいます。木彫を中心としたインスタレーション作品を主に発表されています。近年は各地での芸術祭に多数参加され、場所性を重視した作品を展開されています。自然循環をベースとした農業や漁業、人の暮らしと地域、人と自然の共存の在り方を問う作品を手掛けていらっしゃいます。鈴木健太郎さんは1996年京都生まれで、京都精華大学大学院芸術研究科博士前期課程日本画専攻2年生です。神社仏閣に貼られた戦車札に関心を持ち、それをモチーフにした日本画やサイヤのタイプと呼ばれる日光で露光する写真技術を用いたインスタレーションを制作していらっしゃいます。それらは人々の思いや行為の集積、信仰や時間といった目に見えない概念を浮かび上がらせます。本展はキュレーションを実践的に学ぶ京都精華大学芸術学部で行われている授業、現代アートプロジェクト演習4の受講生が企画運営しています。監修は金沢21世紀美術館や各芸術祭でキュレーターとして活躍されている吉岡恵美子さんです。まずは本展の企画の原案を作った上西さんから企画の趣旨を伺いたいと思います。上西さん、お願いします。本展の企画を担当した京都精華大学芸術学部日本画専攻の上西です。ここ出町柳は福井県の若狭湾から京へと続く鯖街道の終着点でありました。鯖街道は単に物資を輸送する経路ではなく、古くから人々が交流し、魚だけではなく文化も運ぶ道でもありました。現在は鯖街道を客席的に経由した交流は途絶えてしまっていますが、福井県の漆器職人と京都府の職人さんとの交流が続き、小浜市には京都の祇園祭と同じ名前の祭りが存在します。鎌倉時代の京都の祇園祭で出されていた障子鉾やかまぼこは鯖街道により小浜市へ伝わり、京都の祇園祭から姿を消した現在でも小浜では見ることができます。2020年鯖街道の終着点出町柳ににぎわいを見せる増形商店街中ほどに、日本海で獲れた魚を扱う魚屋さんがあった場所にデルタ京都グラフィーパーマネントスペースがオープンしました。人と人の直接的な交流が希薄になりつつある現在、この場所の記憶とともに時代を超えた人と物資の移動や文化を風習の交流が育んできたつながりを改めて認識し見つめ直したいと構想したのが本展です。京都を拠点に活動する鈴木健太郎さんと吉野王子さん、人、魚の営みをそれぞれの視点と技法で表現する彼らの作品を通じて、道がつなぐ豊かで多様な交流を示唆する空間を体感してもらいたいです。以上です。上西さん、ありがとうございます。続いて本イベントテーブルについて説明します。まずは吉野さん、鈴木さん、お一人ずつにご自身の制作や今回の出品作品、本展のテーマについてお話ししていただきます。続いて吉野さん、鈴木さんのお二人に対談を行っていただきます。それでは吉野さんからご講演をお願いいたします。はい、今、紹介していただきました吉野です。こんにちは、吉野王子と言います。ご紹介にあった通り、私は京都精華大学の卒業生です。それで立体造形の卒業なんですけども、卒業してからかれこれ36年かな、卒業してからはもうちょっと短いかな、
彫刻をやっています。であの学生の頃からこの辺り、出町の辺りって実は僕浪人した2年浪人してたんですけど、その頃ちょうどこの辺りを拠点になんかあの徘徊しておりましたので、懐かしい場所でもあるんですが、そこでこうやってあの展覧会の機会をいただいて本当にあの感動しています。ちょっと京都で僕展覧会するの本当に久しぶりなんですよね。で京都ってそもそも三条通りの辺りにいろいろ現代美術のギャラリーが集まっていて、それであのこの出町というのは一つの、あのなんていうのかな、人の集まる場所であるんですけど、芸術的な意味ではあまり拠点にはなってこなかった場所なので、あの素晴らしいな、この、あのここが一つのなんかコンパスの軸になってあのこう回っていくといいのかなっていうような感じは僕はしました。それであの今回、まあ、あのまさにこの今背景の中、背景っていうか作品の中にどっぷりいるんですけども、あの面白いですよね。あの僕が面白いわけじゃなくて、この企画があのすごくよくできた企画だなと思いました。あの最初に夏休みの終わりぐらいに上西さんが僕の研究室いきなり来て、誰か知らない学生だけど、まあ、あの来たんですよ、紙に何か持って。それであのこんなことを考えてるで、吉岡さんの授業でそういう展覧会を作るっていうのあるの知ってたので、あなるほどねとちょっと思ったけれど、あの見た瞬間にあの僕彼女に悪い言い方したんだけど、これはちょっと難しいんじゃないかっていう言い方、否定的なことを確か言ったと思います。っていうのはあの鈴木君が大学院生で僕教員だから、とてもじゃないやりにくいんじゃないのと、僕はいいんだけど彼が恐縮してしまったり、なんていうのフェアでなくなるっていうか、対等でなくなって変に気遣われるとこっちもやりにくいから、あまあ無理なんだろうっていうことを先に言っちゃって、それで悪かったなと後から思ったんだけど、あのでも実際その瞬間に僕、まあ、鈴木君の作品前から知ってたから、あのいっぺん絡んだら面白いなっていうのとか、僕まあ学生と一緒に展覧会って今までやったことないんですよね、その本当に委任店みたいな、だからそういう機会を与えていただいて本当にあの今回嬉しかったです。あのしかも日本がっていうちょっとあのジャンルが違うっていうか、まあ、ちょっと距離のあるね、ところの、学生さんだからちょうどいいなと思って、っていうかそこの話やったっけ最初この話から話してよかったのなんかもっと自分の話をするんだあのちょっと段取りが分かってないんですけども、そういうことでこの展覧会はあの最初、まあ、そういうとこから始まったと記憶してます。それで、まあ、今回こういう本当世の中コロナでなんとかっていう感じで、まあ、そういう意味でもいい企画だったんじゃないかなと。これ東京から作家招いたりしたら大変な苦労があったと思うけれども、まあ、身内といえば身内で上手に収めてもらって、で僕自身も本当に、今回久しぶりにあのちょっと落ち込んだりしてたんだけど、作品を作るというのはこんなに楽しいの、楽しいのかっていうか、充実した時間はここまで過ごせたのでとても良かったと思ってます。はい、吉野さんありがとうございました。続いて鈴木さんお願いいたします。はい、京都精華大学大学院芸術研究科前期課程に、属しております、鈴木健太郎と申します。どうぞよろしくお願いします。まあ、僕はもともと日本画専攻にいて、で、まあ、日本画を中心に制作しているんですけれども、まあ、なぜ日本画の画材を使っているのかとか、あるいはその自分が、まあ、テーマとしている時間の移ろいを表現するっていうことを考えたときに、まあ、そのもっとこう適した技法があるんじゃないかなというふうに感じたりとかして、でここ最近はこういうサイヤのタイプっていう技法を使って表現したりとかしています。で、まあ、今回このサバ街道の終着点という場所で、ものとか人々のこの交流した、まあ、つながりの跡みたいなのを表現するっていうのをこう上西さんから、まあ、その企画をお話し聞いた時に、まあ、すごい何だろう、自分のコンセプトというかそういうものと結構合っていたので、あのなんかやってみたいなっていう風に直感的に思いました。
ですね、まあ、というのも、まあ、僕がその時間の器を表現するのに使っている、千尺札というモチーフは寺社仏閣を参拝した方々が、そこに参りましたという、まあ、記念というかそういう意味合いもある、まあ、宗教的な習俗なんですけど、なんか、まあ、言ってみればこう人がそこに参った痕跡っていうこっていうふうに取ることもできるんで、そういう意味では今回まあ、こういう鯖街道の終着点で、まあ、人が行き来し合う場所で、まあ、痕跡を残すっていうのがすごい、いいんじゃないかなって思いました。はい、鈴木さんありがとうございました。それではお二人によるフリートークに移らせていただきます。まず今回お二人でコラボレーションするということが初めてだと伺っているんですが、お互いの印象についてどう思われましたか。石田さん、鈴木さん、お願いいたします。どうぞ。先ほどは吉野先生もおっしゃられたように、僕は日本画で、吉野先生は、立体造形の上にいらっしゃって、あまりそんなにこう時々お話しさせていただいたりとか作りするんですけど、めちゃめちゃこう関わったりっていうことがなかったんで、なんかそういう意味ではこう、なんだろう、この展示で初めてこう関わらせていただいて、なんかすごい、なんだろう、柔軟な人だなと思いました。っていうのは、その、なんだろう、僕自身がこういう特殊な空間で展示したりとかっていう機会が、経験が少ないんで、で、まあ、ウェインさんからこういう企画展やりますっていうふうに言われたときに、こう、じゃあどういうふうな作品をどういうふうに展示していったらいいかなっていうのを、まあ、考えて、石野先生のところに、お見せしに相談させていただきに行ったときに、まあ、ここはカフェとしての機能を残すから、まあ、動線はこういうふうに打った方がいいよねとか、まあ、座ってこう作品を見るからこういう見え方になるよねみたいな、すごい、なんだろう、そのサイトスペシフィックなことをやられている方だから、すごいその辺が柔軟に、いろいろ考えられてるんだなみたいな、すごいなって普通に思いました。まあ、お互いの話、お話いただいたと思うんですけど、なんかお互いに対する質問とかってあったりしますか？僕からの印象も言わなきゃいけない。そうですね。鈴木君はね、まあ、最初から見てもどう見たってスマートですよね。スマートな男だなって思いますよ。ちょっと羨ましいぐらい、僕の青春の頃と全然違うスマートさがあって、で、作品もすごくスマートなんですよね。で、本人ももちろん、だから人となりっていうか作品っていうのは結構こう通じるところがあってね、で、僕なんかは作品見たら分かるけれど、結構適当なところがあります。で、それを良しとしてるところがあるんですね、自分の中で。その適当でなきゃダメみたいな。で、それを一つはこう木彫っていう世界って結構やりだすと奥が深くて、どんどん工芸的になって、いくらでも食いつける部分、日本もそうだと思うんだけど、やればやるほどそうなっていく。で、そうなると職人みたいになっていくんですよね、自分が。で、若い頃から僕もその木彫やりながら、その、まあ、ギャラリーなんかでやる機会が多かったんですよね。で、ギャラリーっていうのは本当にホワイトキューブなんで、もっとここより展示ははっきりとしやすいですよね。真っ白な壁で、ギャラリーのオーナーも慣れてるから、まあ、好きにやっていいよっていう感じで、やったらやってて褒めてくれたり、いろいろ基本をしてくれるんだけど。で、それに比べるとここはカフェだったから、逆にやりにくいんじゃないかっていう、多分鈴木君はすごくやりにくかったと思います、この間アマルニエでやったことに比べるとね。だけど僕は先ほどちょっと紹介してもらったところに月祭という
そういうことで活動を最近、それが主軸になってきてるから、むしろ水を得た魚なんですね、この空間っていうのはもう魚なんだけど、面白くて仕方ない、こう何か人がそこに存在するところに作品が同居できるっていうか、でも本当はそれが一番本来の作品にとって一番おいしい姿なんですね。で、美術館やいくらギャラリーで綺麗に見えて、まあそれは当たり前なんだけどね、白い空間の中にポンと置いて、拾ってきた空き缶だって綺麗に見えますよ。で、そういうところでないところで、まあいろいろそれが生活のノイズだったりもするんだけど、そういうものの中で自分の本当に作品の価値というかな、存在っていうのがどう見えてくるかっていうのは、そもそも興味が出てきていたというところもあったので、今回っていうか、こういう多目的なところで何かするっていうのは非常に、そういう人でもいい経験だと思いますね。だから、変な言い方だけど、ゴミ捨て場に捨ててあっても、仮に自分の作品が、それを誰かがこう立ち止まって拾ってくれるかどうかっていう、そういうなんかものを作れたらいいかなと思うんですよね。なんかこう、体裁が整えて、額まで入れて、ここじゃないとダメですって言って、もうちょっと右です、左ですなんて言って、それでしか価値が出ないものなんて、本来、大したことないっていうか、でそう思うと工芸品なんかもすごい面白い世界観があってね、やっぱり、なんとなくこう、骨董品屋で見つけて、出会ったような気になって、手に入れたりするし、だからなんか迷ったら僕はそういうふうに考えたり、よくしますね、作品です。で、まあだから、鈴木君に対しての印象も最初からスマートだった。ほんで、作品をコラボでやろうかって、まあこれも僕は提案したりしたんだけど、一緒になんか一つ作りましょうかって。でも、ちょっとね、正直、あ、めんどくさいこと言っちまったなと思って、後から、取り消しみたいなことを考えたんだけど、やりたいって言うから、分かった、じゃあやろう。時間はあんまりないけど、でも意外と早くできて、早く渡せたんだけど、で、本来ね、物にペタペタ何か貼っちゃうっていうのはね、良くなるはずがないなっていう世界だと僕は思ってます。いろんなステッカーとかにしてもそうだと思うけど、大体余分な感じがするよね。で、そのうち飽きて剥がしたりする。で、それに比べると彼の仕事っていうのは、すごく良くなっていくんですよね、物に貼ると。で、それがすごく不思議でね、で一つはその、やっぱりこんなにまず貼るのもおかしいんだけど、おかしいことないな、面白いんだけど、こんだけあっても嫌味が全くないっていうか、普通はこう、なんていうのかな、コピペコピペになっていくはずだから、同じものがあるともう面倒くさく感じる、見飽きるっていうのがあるんだけど、この人の作品を見飽きないんですよね、不思議と。だから、それは一つはね、この素材のね、なんでこれに行き着いたの？これですか？サイヤーなんで。そうですね、いろいろこう、自分が日本画材使ってて、他に適した画材あるんじゃないかなっていうのを探していたときに、サイヤーを、やられてる大学の先生がいらっしゃって、でその方の展示とかを見たときに、この技法面白いなっていうふうに思って、自分が、フィルムに描いて、でそれをこう、観光液を塗った紙自体の上にかぶせて、日光を当てることで、観光できるっていう、そこにこう時間的な要因が入るっていうのがすごい自分のコンセプトにあったので、そこからちょっと面白いなと思って使う。子供の頃にこれは体験してる？僕はしてない、してないです、ね、そうなんだ、そういう時代なんだね。だからすごい新鮮で面白かった。なるほど、ね、面白いなって、その先生おっしゃってくださったみたいに、その観光時間を変えたりとか、あるいはそのフィルムと紙自体の距離とかを変えたりとかすることで、結構表情に幅が出てくるので、そういうのも面白いかな、そうですね、最初の頃に比べて随分こう一枚見ても手がかかできたって、混んできたっていうかさ、分かってきてるっていうか、やるよんなみたいな感じになってきてるから、すごくこう、そういう意味ではね、やっぱりセンスがいいんだと思いますね。もともとこの深い青が出て面白い素材なんですよね。で、僕らは子供の頃にこれで遊んだっていうか、科学の実験みたいなね、理科でも使いました、青写真って言って、で、あとはもう建築の図面が全部これだったんですよ。で、僕の親父はそういう関係の人間だったから、こう巻いてあるんだけどね、大きい紙のコピーが今みたいに綺麗に取れなくて、
それで今はもうコピーすら取らずにもう全部パソコンの中でやっちゃう。で、あの青写真とかね。で結局紙が縮めないっていうか、その尺度通り、出るっていうのがいいことらしいですね、コピーするのに。それでこの技法っていうか、この複写式のやり方をしてたという後から聞いたんだけど、っていうのは計算尺っていうか、まあこういう三角の定規があって、それを直接こう図面に載せて測るんですよ。50分の1やったら50分の1の無理が書いてあって、そうすると大々のこう寸法が分かるっていう。だまあそういう意味、そういう意味ではすごい面白いあの世界なんだけどね、図面っていうのは。そもそも最近そういうものがどんどん減っていってるから、言っても多分分からへんと思うけど、うん、それとか、まあ、この青写真からそういう話がずっと僕の頭の中をよぎるんだけどね。で、今指示が出てるんですけど、なんて言ってた作品についてもう少し見どころ、こっちも思いを話してほしい、この作品も。あの、見どころ、まあ、あの、そもそもなんで魚かっていうところなんですけど、瀬戸芸、瀬戸内国際芸術祭っていうところからね、タコの、タコ漁の魚、高見島っていう島で作品があったんですけど、その時はタコを作ったんです。で、魚系、海のものはそれが初めてです。それまでは、牛を作ったり、学生卒業してすぐは牛を作ってたんですよね。で、あまりなんかそこに自分のね、なんていうのかな、あの、ひねくれもんやからね、その、ギャラリーのオーナーにね、あ、牧長の吉野さんですとか、ほら、牛を作っておられる方ですとか言われたら、そういう紹介されたらもうなんか、えってなるね。俺それだけじゃないねんけどって言って。で、そういうところからどんどん手を変え、しなおかえ、いろんな表現をしてしまってる。だから、あんまり一貫性はないんですけど、でも、ちょっと振り返ってみると、やっぱり動物好きなんですよね。動物とか、こう、魚とか、ちょっと人間の生活の、まあ、間近にいる生き物、うん、そういうものを割と取り扱ってきたかなっていう。で、魚もだいたいそう、タコから始まってこっち行ったんだけど、そのこれもだから本当にその島とか、その後に奥能登国際芸術祭っていうのもやってるんですが、そこももう能登半島の先で魚の話いっぱいあるわけですよね。海と人の関係、このだからサバ海岸の話もそうだけど、そういう一種の文化ですよね。あの食生活も含め文化がそこにあって、そこからそれを話しするのには魚あの面白いんじゃないかなと。で、じゃ あ, 俺好きあの釣り、あなた釣り好きなんですかって言って、釣りやらないんですよね、実は。あの僕の相棒はよく言って、釣りしたらいいよとか言って言われるんだけど、学生の時にちょっとやったぐらいで、あんまり、まあ、得意分野じゃない。あの、イラチの人は釣りがいい、あの向いてるとか言うんだけど、言うんだよね。僕はなんかこうなって待ってても来なかったら、本当にいるのかな、本当はいないんじゃないかなとか、ものすごく疑い深いから、食べられなくなってくる、その自問自答に。だからもうすぐにあのやめるっていうか飽きちゃうんだけど、だから釣れてるうちはいいんですよね、楽しい。だから釣れなくなると本当になんか自分のため、なんか俺のために来てるのかまで行っちゃうから、そういう釣りで考えることじゃないよなっていう。で、まあそういう意味で魚をやり出したりしてました。で、その中には僕はその一つ、僕の話ばっかりになると良くないような気がするんだけど、背景としては実は僕高校3年の時に、高校生ちょっとグレてたんですよね。あのつまらないことで、まあ、こだわりが強かったっていうのが大きいんだけど、大人は俺のことなんか分かってないって、そういう自分の気持ちの中にそういう部分が芽生えて、で、そんなことあった？ないよ。不思議なんだけど、今時の思春期ってそうじゃないよね。あの自分対誰かっていう話はなしに、対自分っていう話ばっかりでさ、こうなれることはあっても、僕はもう反発です、はっきり言って。大人俺のことなんか分かってない、何言っとんねんみたいな。で、先生とか、まあ、あの近しい大人が「いや君の言うことよく分かるよ」とか言われて「何言ってんねん」みたいな、もうそれしかなくて。で、そう思ってる時に、高3の時の先生が古文の先生で、あのその人がね、なんかちょっとその人変わった人でした、今思えば。あの黒板に書く字が毛筆なんです、あの黒板のチョークでありながらカカ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 
って、で高村光太郎って実はあの童貞とか知恵古書っていうので有名だと思うけど、文学の文筆家なんだけど、かたや彫刻家でもあったんですよね。でお父さんは高村光雲って言っても、ザ・彫刻みたいな人ですよ。あのその時代、明治の頃の、だから教科書に載ってたんちゃうかな、あの猿の彫刻木彫のこんなやつ。で、ああいうのを作ってる人の息子やからか知らんけど、ああいう人じゃないんですよね。ああいうなんか、あの無償のゴテゴテした、あのなんていうのかな、いかついものを作らないっていうか。で、ほんとちっちゃなものしか残ってないんですけど、でどこの展覧会から、三重かどっかでその日本の彫刻っていうのを見るときに、これがうなぎじゃないや、ナマズなんです。高村光太郎と作った。で、それを初めて見たんだけど、もうドキドキして。で、あのそのナマズが僕のもう魚系は最高峰ですね。魚系の作品の中では、そのナマズをもう超えようなんて滅相もないっていうぐらい。で、あの見た写真で畳の上に置いてあったりしたんだけど、なんとも言えない表情と、こう質感と大きさと、で、あれをどうやってこうどういう気持ちで作ったのかなと思って、あんなん作りたいなっていうの実はあったんですね、魚を作る最初に。先生の作品が結構、あの原寸大であるのが結構印象的なんですけど、それは何かあるんですか？あのね、ものこういうの、あの分かるものを作ると聞かれるんですね、これ何の魚ですかとかって。ほんなもうそれやとドンピシャ行ったれっていう、そういうところがあって、もう図鑑をちゃんと見てね、長さサイズも色も、まあ、いろんなものを調べて、その通り作ろうっていう。ただ泳いでる時には本当こんなに立派な姿にはならないんですよね。背びらが倒れたりもう、あのいろんな形してますよね、だからもうそのままの方があの分かりやすいかな。もっとだからオリジナリティって言えばあるのかもしれないけど、だけどそもそも面白い形してるからね、そのままでもいいのかな。そうですよね。でもこれが武将かって言われたらどうなんやろうみたいな、でも自然なサイズ感だからなんか組みやすいっていうか、ね、そうだね、これは大きくしようって言われたけどね。あそこにもっと大きいのがいるんだけどね。コラボで、あの合作で作らせていただいたやつは、あのちょっとあの吉野先生が大きめに作ってくださったっていうのと、あと、なんていうかな、ちょっとこう、まあ、軽量化するためもあるんですけど、なんかこう、板を張る形で他の魚とはまだちょっと違う作り方をしてくださったんで、僕自身もちょっと札が結構張りやすい、張りやすかったなと思って、張ってて楽しかったです。やっぱ大きくなると重たくなるっていうこともあるし、それとまあこういう作り方多分できるんやろうなっていうのはなんとなく頭の中にあって、それとこれは全くの余談でしかないんだけど、魚を運ぶのにトロ箱って言って、今白な箱になっちゃってるけど、杉板とか松とかで作ったようなこういう木箱に氷詰めて運ぶ昔は。でそのイメージもちょっとあって、まあサバ街道だし、まあでも鯖街道の時代はまだ藁で進んでたかもしれないけど、そのなんかトルバコの材料で作ったらどうやろうみたいなのはちょっとありましたね、だから板状のものを使ってる、ところで鈴木くんね、あの千尺札っていうのはどこからどういうヒントで出てきたん？千尺札ですか？千尺札は千尺札自体ですか？千尺札っていうのは、もともと僕がその時間の移ろいを表現したいなっていうふうに、ずっと、まあ、日本画を描いていた時からそういう考えがあったんですけど、で、まあ、いろんなモチーフ、樹木であったりとか、まあ、普通にその辺の風景であったりとか、そういうものを描いていて、でも、なんかこう、結構いろんなテーマも絡んでるというか、なんか組んでるものだったんで、ちょっとこう絞りたいなっていうふうに思ったんですよ。樹木だったらやっぱこう 流動的なイメージだとか、その生命力とか、なんかちょっと違うふうに見られたりとかいうふうにしたんで、でその、まあ、時間の移ろいとかそういうのも結構絞って表現できるモチーフないかなっていうふうに探してた時に、お寺に貼ってある千尺札っていう札を見つけたんです。で、
先着だっていうのは、もともとその、西国33箇所であったりとか、あの四国88箇所であったりとか、そういう、霊場巡りのお寺とかによく見られるお札で、参られた方が、そこに参りましたよっていうふうな、記念にこう貼られるものなんですよ。で、結構なんでそのいくつものお寺の中にその同じ方の名前があったりだとか、そういうただそうですね、そういうことがあったりするんです。で、わりかし古い江戸以前からある、習慣。宗教的な習慣なんで、それこそ江戸時代のものがそのまま残っていたりだとか、明治時代のものとか大正時代のものとかで、そういうものが、生きた時代とかあの地域とかが違う人たちの、貼った札っていうのが一つの、壁とか本堂とかの柱とかに、共存しているっていう様子がまさにもう時間が移ろいゆく様そのものじゃないかなっていうふうに僕は感じたんで、ですごいいいなと思って、そこから先着だっていうモチーフを選ぶようになりました。そもそもなんかスケッチかなんかで行ったんですか、そのお寺に。そうですね、なんかこれはなんでって言われたら、ちょっとなんでなんかなってなるんですけど、そのもともとお寺とか、そういうとこによく行って、そこに生えてるあのなんか樹齢が何百年の木とかクスノキとか、なんかそういうのこういうのが好きだったりしたんで、なんかそういうのをスケッチしてる合間に、なんかあのやろあの札みたいな感じでちょっとこうスケッチブックに溜めてたりとかしてたんで、なんかでそれを見返してみたら面白いなみたいな感じに思ったんで、モチーフに選んでみました。そもそもどっかおすすめとかあるの？ここのは結構量もあるし、おすすめですよ。やっぱ今結構もう今貼っちゃダメなんですよ。で、そういう霊場巡りに指定されてるお寺とかはわりかし昔貼られたものだったらそのまま残してあったりとかするんで、亀岡に天寺っていうお寺があるんですよ。そこは、本当に西国33箇所の、20何番目かなんかのお寺なんですけど、本当にあの壁から柱からあの天井の梁から、こんなとこによう貼ったなっていうところまですごいいっぱい札が貼ってあるんで、すごいおすすめです。やっぱこう自分がこう信仰しているもののそばに長いこと寄り添わせたいみたいな思いから、その先着だってわりかし上の方とかその風雨にさらされにくい場所、あの梁の裏面とかそういうところに貼られているものとかも多いんで、なんかそういうのを結構見つけてみるのもちょっと楽しいかもしれませんね。なるほどね。そこから結構あれロゴとかの気になったりする人になったの、文字のなんて字組みとか、それはない。そうですね、なんかそれはちょっと面白いなと思って今ちょっといろいろ調べてるところで、あるんですけど、なんかそうですね、なんかパッと見た時のその何が書いてあるかっていうよりもやっぱその文字の造形とか、なんかその破れてたりとかしたらこういう形とか面白いなと思ってですね。なんか私がそういうのをちょっとこれから先、深めていっても展開が広がる。石田さん、鈴木さん、ありがとうございました。出展作家の2人から貴重なお話を聞かせていただいたことを非常に嬉しく思います。本展の理解も作品への理解も深まったことと思います。そろそろお時間となりました。皆様、アーティストトークは楽しんでいただけましたでしょうか。展覧会は2月2日まで水曜、木曜を除いて開催されております。感染症対策の上、ぜひこちらもお越しください。
をもちまして千客万来店人と魚道とつながりと店アーティストトークを終了させていただきます。ご視聴いただき